そう、タレの調合はね、黄身のが一番ね、いいんだ。うん、うまい。どうもこんにちは、こんばんは。 NTM95 プラドチャンネルです。本日は、紹介したいと思います。僕が、95プラドを乗って一番最初に遊んだモンスター級の95プラドを持っている、サクヤさん、YouTube チャンネルも持ってます。 YouTube チャンネルの方は野生の95プラドが現れたチャンネルさんになってます。名前としては野生の95プラドと調べていただければ、だいたい Google でも Yahoo でも検索すれば出てくると思うので、そちらの方も概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。ちなみに本日は、私の方からお願いいたしまして、野生の95プラドさんに割愛させていただきます。野生の95プラドさんに、山岡屋、同じく私と同じくめちゃくちゃ好きだっていうことで、映像の方、提供していただきました。昨夜さんの、こだわりの山岡屋は醤油ですね。ベースは醤油、私と同じベースは醤油で、まあ味噌とかも頼んだり、山岡屋全体的に好きなんですけど、本日は醤油ベースにの、まあ、ネギが乗ってるんでネギラーメンですよね。で、何度も話してるんですけども、出汁が豚骨なんで豚骨醤油のネギラーメンみたいな感じですよね。山岡屋はどのメニューも出汁は、豚骨なんで、今回は豚骨醤油っていう感じです。また、昨夜さん、野生の95プラドさんの、こだわりとして、麺固め、味濃いめ、油なんですけど、裏技で、油から背脂にチェンジできるということで、毎回背脂派だということで、そこがこだわりだそうです。またコロチャーチューが6個入っていて、ネギとコロチャーチュー最高ですよね。動画提供していただいて、今編集してるんですけど、本当に食べたくなってきましたね。早く山岡屋行きたいです。また余談なんですが、野生の95プラドさんっていうのは、兄弟、ブラザーズなんですけども、いつもあの弟さんともお世話になってる、お世話になってもらっていつも遊んでるんですけども、ニンニク入れたい気分なんだろう。弟さんは、以前体重を落とす時にラーメンダイエットというのをやって見事成功してます。毎食ラーメンを食べていた時期があって、その時から比べたらだいぶ、減量したのがもう目で見て分かりましたね。あと私のチャンネルを見てくれてる方は四駆を乗ってる方が多いかと思うんですけども、兄さんが、95プラドで、弟さんは、現行型74シエラのフルオーバーランド仕様で ARB 仕様になってます。めちゃくちゃこちらもかっこいい仕様で、本当に雑誌の、表紙になってるようなものですね。かっこいいんですよ。話は、山岡屋に戻りまして、本当に山岡屋は、3度食べたら病みつきになるっていう、1回目はちょっと苦手な方は苦手だって言うんですけども、3回食べると癖になるっていう、よく、匂いがきついっていう風に言われて、敬遠されるんですけども、食べてるとその豚骨を煮込んだ香りっていうのがもう それもまた癖になる味って言って、何でもそうですよね。子供の頃ピーマンが苦手だったけどピーマンが好きになる、やっぱ青臭いとか、その臭いものっていうものは多少癖になる部分はあるんでしょうね。
あーいいですよね、この中太麺がまたいいんですよね。歯ごたえがあって小麦の香りがしっかりして、あと濃いめのスープにその細麺では絡みすぎちゃうんですけど、ちょうどいい、太すぎず細すぎず、ちょうどいい絡み具合になる。ほんとバランスがいいです。いつまでも山岡屋愛は語ってられるんですが、本日も NTM95 プラドチャンネルご視聴いただきありがとうございました。また野生の95プラドさんもありがとうございました。このようなチャンネルを見たい方はグッドボタン、またチャンネル登録とお願いいたします。昨夜さん、野生の95プラドさんに関しましては概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックお願いします。またお願いします。